はい、どうも皆さんこんにちは。今日はここで、坂道ダッシュを、行きたいと思います。9月3日で、昨日もね軽く、ちょっと練習とかして、まだちょっとなんか若干疲れが、残ってるんですけど、まあちょっと今日は、自分との戦いというか、追い込んでここをちょっとね頑張って登りたいと思います。本数とか全く決めてません。距離にして80メートルぐらいの距離を、走れるだけ走ります。でインターバルっていうか間休憩は5分入れて、本数決めません。もうとにかく 100%、 もう最初から 100% の力で何本走れるか、3本でバテるのか、5分でバテるのか、10本バテるのか、ちょっとわかんないですけど、行きたいと思います。本当は、1週間後にですね、大会というか記録会がちょっとした、あって、本当はあんまり今日、やりたくない。坂道ダッシュってちょっとね、いろいろ足とかいろんなところに負荷がかかるので、怪我もしやすいし、ちょっと僕もね、特に左の足首が弱くて、あんまりこういうアスファルトとか硬いところを走るのはちょっと苦手なんですけど、まあそういうの関係なく、ちょっと今日はね、かなり気合い入れて、ちょっと走りたいと思います。今日はわけのわかんない冗談とか、つまんない話は一切なしで、走れるだけ走ります。行くぜ。2本目いきます。3本目いきます。4本目、きつい。次で5本目です。5本目。
5本目終了です。きつい。きついけど、きついけどなんか、こんな80メートルの坂をダッシュして登って4本とか5本とか、こんななんか辛さってなんかどうでもいいっていうか、ほんとなんかどうでもいいみたいな、なんか7本目です。くそ、マジで。足がやばい。
もう一本前からもうふくらはぎがつって、もう結構限界だ。なんかでもその限界って本当の限界なのか、ただ自分が勝手に考えてるだけの限界なのか、体が疲れてくればなんか心がこう心も疲れてきてもうダメだみたいな。でもそれって本当の限界なのかなっていつも。9本目あと1本気合入れてあと1本いきましょう。ラスト1本ラスト1本いきます。気合入れて、全力でいきます。10本走りました。10本もう何かでも僕はやめたいと思ったらいつでもやめれるからいいんですよね。何か自分のああもうダメだと思ったら自分のタイミングで何かやめれるから。いいんですけど、なんか自分じゃなんかどうにもできないことでもがいてる人とか、やめたくてもやめれない人とか、逃げたくても逃げれない人とか、そういう人がなんかたくさんいて、なんかね、こんな多岸80メートルの坂立ちを自分の位置で走って、そんな10本走って、ああ疲れた、足がつった、限界だって、なんかまだまだもっともっと頑張らないとダメですね。もっともっと、まあもちろんたまには休みも入れないとダメですけど、
人間の底力ってなんかもっとすごいところにあるような気がします。もっとなんか自分が考えてるよりも人間の生きるこう力とかパワーとか力パワー一緒かなんかでも人間のねそういう持ってるものってなんかもっとすごいところにあると思います。それはまあ僕もあるって思いたいし、いい天気だ。今日の動画はとりあえずこれで終了です。ありがとうございました。